ただきます。浅野谷優太です。どうぞ。1、2、3。3年前くらい始めた日本語もペラペラです。そうなんです。はい。そして三線の魅力は、うちなんちゅう心です。嬉しいですね。本当嬉しいですね。ペイソーさん、これからの目標などってありますか？わからない。期待してます。ベンソンさんに母国に帰って自分だけが三線を弾くんではなくて、お友達にもいっぱい教えてください。はい、頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ベンソンさん、ありがとうございました。